ライドです。ということで、今日もやっていくんですけどね、今日は皆さんがね、大好きな最強デッキを持ってきました。ということでね、今日やっていくのはこちら、メガナイトホグということでですね、今このデッキなんですけどね、今勝率ナンバーワンということで、ね、今ね、すべての環境のにあるね、すべてのデッキより強いです、これ。はい。なんていうことでね、このデッキやっていきたいと思います。よいしょ。なんですけど、そう、今ね、このデッキが一番強いんですよ。で、メガナイトホグなんですけどね、メガナイトデッキにアイゴレが入っているって結構珍しいですね。今流行ってるメガナイトバルーンとか、まあ、メガナイトロイフグとかね、まあ、そういうのにも結構アイゴレとか入ってこないんですけど、まあ、ホグだからなのかなって感じですね。とりあえず、めっちゃ適当なんですけど、とりあえず、で、ゴーストってことはね、トルネとか入ってなさそうな顔してるんでね、ほら、見てください、この顔、してないでしょ。さあ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 。これね、ギャングか、メガナイト、いや、ゴースト切ったんで、これ、低めメガナイトで受けて、よいしょ。ゴースト切ってるんで、ここ、よいしょ、ギャンガーで行きましょうか。さあ、これ多分ペッカ来るんですけど、ギャンガーでね、まあまあ溶かすことができると思うんですね。さあ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 、いいっすよ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 。しかも、しかも、なんか、なんかナイトバレルみたいな感じで、こう、竹取ってね、ええ感じにいけてますね。さあさあさあ、これで、しかも、ゴーストよりも遠い位置にね、エレキがいるということで、ここね、インズラーでね、してあげましょう。さあ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 。これやばいっすね。ですよね。よいしょ。まあ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 。若干ね、これ、陸系がギャングとメガナイトしかないっていうね、結構珍しいね。アカンデッキではあるんですけど。さあさあさあ、ここ。ただ、まあ、来るとしたらゴーストか。まあ、こんな感じでね、ちょっと外側にね、置いてあげることによって、まあ、エッチな感じになりますよ、と。さあ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 。やべ、ちょ、ギャングの位置めっちゃ下手だったっすね、今。さあ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 。さあ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 。いや、ここどうしようかな。まあ、こう、言うのか、エレックなんで、こう、ホグぶっ飛ばしてあげて、まあ、一発で抑え、まあ、一発、おっと、その速さで来る。さあ、こう、ザッパマンがあるかな、工場からのザップぐらいはあると思うんですよ。そう、なんで、ケツ、低めですね。低めにインズラをぶっかましてあげて、さあ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 、ここね。ぬっって感じでね、こう、こういう感じで、こう、ダイクト耐えて耐えて、オッケーオッケー、危ない危ない危ない。やべえ、これ結構やべえな。結構やべえ。結構やばいんですけど、これ多分、端前。おー、なるほど。じゃ、これ。やべえよ、それ。さあ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 。コホグ、飛ばしてあげましょう。よいしょ。いや、いい、悪くない、悪くない、悪くない。で、こっちコウモリつけてあげて。いいっすよ。これ、にゃー、それはやばい。それだけはやばい。それはやめて。それやめてほしい。勘弁してほしい。できることなら勘弁してほしい。さあ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 。ただ、こういうのもね、いいところ。ぬっオッケー。さあさあさあ。ああ、美味しいな、その。いやー、これやべえ。これやばいっすね、普通に。ただ、ここ、メガナイトでね、処理することができるんで。ぬっ！はい、いいよ。さあ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 。ここね。よいしょ。さあ、ホグライダー！いや、決まったんじゃない？決まったんじゃない？これ。決まったんじゃない？これ、エリ来ますよ。俺はね、未来が見えるんでね、ここ分かっちゃうんですよ。ぬっ！ってこう、ビブラート聞かせてあげて。はい、一発でありがとうございます。グッドゲーム。いや、危なかった、危なかったね。やっぱね、声を震わせることによってね、ホグの一発ぶち込むことができるね。このね、まあ、勝った後にね、まあ、勝者の特権としてこの笑顔でグッドゲームしてあげることによって、ね、まあ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 、まあ、いいでしょうと。まあ、クラロワというのはね、そういうゲームなんでね、勝ったら皆さんこうやってにっこりしながらグッドゲームしてあげましょう。さあ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 、まあ、ペッカ対メガナイト、まあ、若干ね、おつらみ案件な感じだったんですけど、もう割とこうね、アイゴレとかで、まあ、ペッカが辛いというよりかは、工場とか、あと、工場ゴーストユーノですね。どっかで受けがなくなって、ユーノとかにギャンゴー最長と工場は結構きつかったですね。うん。なんで、まあ、そんな感じですね。あ、喋ってたら30秒経ってた。やべ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 。もうこの30秒、まあ、ハンデみたいなのがありますね。やっぱ、ホグっていうのはこうね、序盤の相手の、なんだろう、間に合わない瞬間にこうね、刺していって、序盤で刺していってサイクルで、で、終盤はちょっとね、守りながら頑張るよみたいなね、感じだと思うんですけど、いやー、メガ、いや、これ、いっちゃいましょうか、ホグ。うん。さあ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 。いや、まあ、ザップぐらいでいいか。これでね、一発ね、ぶち込んでもらいましょうか。おう、三発！おう。おう。あー、これ、コウモリどうなんすかね、今。よいしょ。さあ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 、このね、同時タップ。
さあさあさあ、いいよ。いや、いい、悪くない悪くない。いや、これしかもワンチャンメガナイトドッスン入るかな。ワンチャン一発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 だけ一発だけ、あー一発だけ一発だけっていうね、いつも言ってると思うんですけどね、皆さん。さあさあさあ、ここね、アイゴラフグいっちゃいましょうか。まあ、ペッカ使ったんで、ここはね、ぶちこり、調子こいてね、攻めちゃってもいい頃かなと思いますね。さあ、ここら辺。にゃー、お前ら、それ！いや、待ってよー。で、これはね、許容します。これ、ギャング出しても何にも繋がらないんでね。アイゴレ。おー、ここ開いて。ワンチャンケツペッカとかしてくるんで、こうね、ギャング出して、ウィザード出してもらって、このケツペッカをね、防ぎたいですね。はい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 。ケツペッカされるとマジ辛いんですよ。で、こういうウィザードにつけてくれるぐらいだったら別にいいんですよね。うん。さあ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 。やっぱね、後ろからがっつり組まれるのがね、こういうなんかロケットとかないとね、さすがにちょっと辛いみたいなとこあるんで。さあさあさあ、スパーキーにはね、ファイボっていきましょう。ファイボに打つと、あとね、何かしらのチョンぐらいで死ぬんで、スパーキーは。結構脆いんですよ、割と。脆いは嘘ついた。脆いは調子こいたんですけど、さすがにね、さすがに。いやでもね、そのチョンが遠いんだ。これ。ダメダメ一発なーお前ら頼む。いや、これダメだ。絶対守れねえ。あ、待って、ワンチャン守れそうだった。今、ファイブ打てば。まあいいや。よいしょ。あー、美味しいね、それ。ありがとう。さあ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 。さあ、ここね。ワンチャン真ん中目がないと言って、よいしょ。こっちホグ行って、散らしていきましょうか。いや、受けないっすね。ですよね、ですよね。僕知ってたけどね、そんなん。分かったけどね。さあ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 、ここ、相手がサンガゴかな？サンガゴ。うん。サンガゴなんで、ここね、インズラーを出してあげて、で、相手はワンチャンコタクプリとか繋げてきてからのレイジがワンチャンある。いやー。来たね、来たね。いや、さあ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 、ここ、ザップって行って、さあさあさあ。お前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 、どっち行く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 、いやいや、まあね、これ割とね、この、絵を描いてました、俺は。この、まあ、ミニペニー2発打たせてから、このホグをぶっ刺す。いや、マジでホグ入んね。バカじゃん。バカじゃん、これ。とりあえずね、インドラ出していきます。まあ、インドラといえば俺といえばインドラみたいなとこあると思うんで、ね。さあ、コウモリ出していって、ここね、これ、蓋していきます。さあ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 、そしてファイアパー。さあ、ここですよ、皆さん。ここね、ザッパマン打っていき、もう一回ね、ケツからインドラ出して、コウモリ出して、サイクラーでね、ぶち込んで、そんなスパーキー大事にしないことある？そんなスパーキー勝手にじゃない。勝手には嘘ついた。そんなスパーキーをさ、簡単にさ、殺させちゃうことある？さあさあさあ、こっちのホグ行きましょう。やっぱね、僕の得意としては、やっぱりね、こう、両サイドを、バランスよく見るのが上手い選手なんで、って、ドーさんもね、やっぱ言ってくれてたんで。まあね、両サイドこうやって、バランスよくね、見ていきたいと思います。さあ、ここ。ギャング出していって、ファイボー、オッケー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 。いやー、ここね、イケメンの、ホグライダー、いきます。やべ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 やグッドゲーム、ありがとうございます。こんな感じでね、結構最後は適当になっちゃったんですけどね、そんな感じでね、やっていくといいと思いますね。やべ、相手のデッキナンバーワンしなかった。あー、なるほど。いや、深くていいデッキですね。レイジスパーキー、もう全然いいデッキじゃないです。この世で一番ダメなデッキ。ありがとうございます。さあ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 、カハンっていう感じでね、パンチが効いてる感じからね、アハンみたいな感じでちょっとね、緩くなっていく感じなんですけど。さあ、ここね、顎出していきます。はい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 。ああ、アイスゴレムのことですね。アイスゴレムのこと、アイスゴレムのことね、結構顎って呼んでるんですけど、あんま浸透しないですね。悲しい。さあ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 、いや、これさ、難しいんですけど、多分ナイト切ったんで、これ延命できる。うぅ、ドレーはい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 。あいつダメなんですよ。あいつだけはマジでこの世に存在しちゃいけないカードなんで、ね、ここら辺でね、あいつはここら辺で消しておくのがいいんですよ、つってね。さあ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 。いや、これどうだ、何デッキかわかんねえな。いや、スケバレデッキですね。そりゃ、それそうですね。じゃ、ここで顎出していきます。これ、俺今日から毎日やりますから。俺、アイスゴレム出す、いつもこれやるからね。OK。
気をつけといてくださいね。気をつけといてくださいって感じでね。本田圭佑選手も、伸びしろをね、伸ばしながら言うと思うんですけど。さあさあさあ、ここね。とりあえず、いやー、何そのナイフだけみたいな。ちょっとナイフだけでいいかな、ここみたいな感じで、なんかトルネーとかあんのか。ここでもスキャラとかね、来ると思うんですよ、俺。なんだ、ここね、インズラーでね。あー、そういうパターン。あー、そういう感じね。あいつだけはこのように存在しちゃいけないんで、しっかりね、ファイボで処していきます。さあ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 。まあまあまあ、インドラ、いや、3発。でか。俺のホグでさえ、そんな3発も入んねえのに、端前からズカズカ入ってくれ、あいつが3発もぶち込むんですよ。やっぱね、世の中っていうのは理不尽でできているってね。さあ、顎出していきます。さあ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 。皆さんもうね、これが見たくてね、しょうがない体になってしまったと。これがもう俺の顎なしじゃ生きていけない体になってしまったと思うんですけど。やべ、マジで鼻がやべ。鼻がマジでズルズルする。ズルズルと言ったところでね。さあ、ここ、ホグライダーぶっ飛ばしていきます。やべえ。相手も寄ってらしますね。やべえって。やばい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 。やばいよやばいよ。さあさあさあ、え、待って、俺のギャングがハゲてる。一緒に持ってかれとる。やばいってそれ、マジで。これもう無理っすね。守れないんで。守れないときはね、許容許容って言いながらね、無視して攻めるんですよ。便利な世の中ですね。許容って言っておけばね、すべてが、さあ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 、おいしいおいしいおいしい。そしてね、やっぱ許容したことによって、ってね、言うことによって、さあ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 、ここはね、許容していきます。やべ、マジで鼻水。いやー、俺よくないっす。嫌なんですよ。こう、鼻水をね、すすりながらね、YouTube をすること、非常にね、やっぱこのプロとして恥ずかしいなと思うんですけど。さあ、ここザッパマンで落としていきます。さすがに。いや、これインドラじゃない。これ何？ロイジャイどうやって押さえるの？これ。施設もね、ミニペもね、ペッカもね。やべ、ちょっと待って、鼻血出てない俺。鼻血、俺これ鼻血なんですけど、絶対。俺絶対鼻血だ、これ。いや、俺わかる。いやー、お騒がせしましたね。サラッサラの鼻水でした。本当に申し訳ございません、本当に。マジで鼻からのこの圧がやばかったんですよ。まあ、鼻水が出てきてなければね、正直この、ロイジャイ戦も勝ってたと思うんですけど。さあ次行きましょう。よいしょ。まあ、結構大型とかに強いできたのかな。ポピーっていう感じで、可愛い子ですね、可愛い子。可愛いんでね、多分プリンセスとかね、そこら辺ね、可愛いって言いながらね、使ってるね、JK かなと思うんですけど。さあ、ここね、ホグライダー、初手で飛ばしていきましょう。可愛い。さあ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 、ここね。いやー、マスケ、それマスケ参っちゃうよ。かわいいねーってね、感じでね。いやー、これ、迷うなー、って感じでね。メガナイトもね、降ってきたと思うんですけど。規制を上げながらやっぱ降ってくるやつなんで、あいつらはね。さあ、もう一枚、酒、トルネカ、酒な。さあ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 、ギャング、ザップ。スケドラマスケダップリなんでしょうね。ゴレではない。マスケラだったかな。でもザップってことはワンチャンスパーキーですね。いや、ガンムシからのケツスパ、よくないよそういうの。俺嫌いだよそういうの。嘘でしょ。でもザップ切ったんで、こうコウモリホグいきますね。うい、やべ、ちょっとザップ早かったですね。ひよったっすね。あいつのこの音で、圧で。で、これ俺ザップって攻撃しちゃったんで、すげえピンチなんですよ。なんで、こうめっちゃ、多分一本おられるっすね、ここ。なんで、ここね、いっぱい、ケツインドから入って、タワゲをね、五分盛りにね、向かしたいと思いますね。さあ、こう、タワー打ってもらって、いや、マジっすか、それ。ダメでしょ。まあ、ここ一発。さあ、許容ですよ。この世の中。守れないものは守んなくていいんですよね。守れないものはね、無理して守ろうとしなくていい。それは世の中の鉄則ですね。さあ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 、ここ。とりあえずね、メガナイトとインドラの形ができていて。さあ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 、いや、これワンチャン2-1プラン。2-1で勝てる。まあ、もともと俺はこの予定だったんですけどね。シャシャってザップってね、守れなくなったとかね。まあ、そういうことじゃないんですけどね。さあ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 。まあ、ここね。はい、これで竹取ってあげて。さあさあさあ。あのね、マスカックをね。倒してあげて、オッケー。さあ、ここ。コウモリでね、ぶち殺して。あー、言っちゃった。ぶち殴ってあげてね。そんなことで。
俺結構やっぱコンプラ意識高い男なんで、あの下ネタとかね一切言わない、情にあふれた男なんですけど、さあ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 、さあ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 、おいしいおいしいと、おいしいおいしいってね、坊ちゃんも言ってると思うんだよ。さあさあ、ここね、あーそっち来る、そっち来る、やばい、負ける、って感じでね、ポピーちゃんもね、こんな俺を見てね、かわいいってね言ってると思いますね。さあ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 、ファイナリー行きますか、ファイナリー、さあ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 行きましょう。いやー俺ね、昨日ね、マジで今週から、まあ俺何回も言ってるんですけどね、やっぱ自己主張の激しい男なんでね、何回も言うんですけど、やっぱ今週2試合、今週からね3週連続で2試合ですけど、まあこのね、2試合あるってね、結構やっぱ大変ですねと、いうことをね言っておきながらもね、昨日そう会社になんか全然練習が終わんなくて、そう会社にね11時ぐらいまで残ってたんですよ。そうでなんかね、結構うわマジかここから帰んのかと思ってね、そうだからね、シーズン、まあシーズン終盤無理かな、まあ、みんなでどっか、なんだろう、ホテルとか借りて、なんかもう、普通にどっか泊まりてえなって思いましたね。なんかもう帰るのがさ、めんどくさいんですよ、マジで。やばすぎて、帰るのがもう本当に手間で。そうだからね、なんか、多分家とかはね、多分無理だと思うんで、借りるのがね、そう。なんでね、まあ普通に、なんかホテルとか泊まりてえなって思いましたね。今なんか激安やらしいんですよ、ホテルが。そう。だからね、泊まりたいですね、マジで。もうね、今日もね、あれなんですよ、今動画撮ってるのね、まあ、12時近くぐらいなんですけど、ここからもう、またね、家帰って、人段落して、お風呂入って、筋トレして、練習して寝るみたいなね、もう嫌だって感じなんですけどね。さあさあさあ、まあ、これがね、楽しいみたいなね、ところあるんですけど、やっぱり。まあ、大変なのが、いい、みたいなね、なんで、ド M です。プロみんなド M 説っていうのね、唱えてるんで、ね、皆さんよろしくお願いします。さあ、ここ、ホグでタゲを取っていきます。いやー、これ絶対ホグ使いならしないホグ。ただね、ホグ使いがしないからといって、このホグがね、不正解かって言われるとね、イナですよね、それは。さあ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 。いやー、このギャング。よいしょ。いや、全ハゲした。ファルチャー受けるだけで全ハゲするなんてことある。さあさあ、ここ、コウモリを俺も真似してね、ステパしていきます。特に意味はないです。さあ、ここね、結局ファイナリースティック。なんで、忘れてしまった。何話したか忘れちまった。そう。家に帰るのがめんどくさい話です。まあ、言うたらね、遠くないんですけどね。まあ、焼き鳥とかの方が遠いんですけど。さあさあさあ。コウモリをね、ここで、すりつぶしてあげます。やばー、マジであれ。本当にやべえ。ここ、ケツインドして、ケツメガして、でもね、これアイゴレあるんで別にいいっすね。で、ワンチャンここ、アイゴレを、この、え？やば。やばいやばいやばい、それ。普通にホグ歩かせて後ろに釣っていきますね。やばいやばいやばい。おや、お前、スケラ！スケラ、お前。待って。やばい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 。やばいやばいやばい。多分コウモリ全消えろ、全消えろ。やべえ。お前。いや、マジか、スケラ入りすぎだろ。いや、でも、逆に、ちょっとダメアド取られてるんですけど、こんくらい削れてくれた方がね、俺からしたらありがたいですね。さあ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 。ここ一回ホグいきます。このトレーナーとか割いてもらって、さあ、ここね、ケツからね、プリッって感じでね、インダー出してあげて、さあさあさあ、ここですね。アイゴリ逆サイドいきまーす。ギャング。してましょう。さあ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 。で、これね、トルネ咲いてきたんで、こうやつね、今ね、ちょっとシャシャったと思うんですよ。なんで、ここ、コウモリ、つけてあげて、よいしょ、メガナイトの範囲で、よいしょ、もう一発、いや、これちょっと、バカつまんないんでね、今、なしでいきます。さあ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 、今のね、これ、ちょっとやっちゃいましたね、今。本当の意味でやっちゃったなっていう、ところがあるんですけど。さあ。まあやっぱね、遅延にも勝つのがね、まあ余裕。
まあ、それがね、このデッキ。まあ、このデッキが強いのがね、まあ、俺がデッキ、まあ、このデッキがね、強いのがね、まあ、ね、俺がね、同じところでつまずいてしまった。このデッキが強いのか、まあ、俺が強いのかね、まあ、どっちかね、まあ、答えはね、まあ、俺です。はい。デッキではありません。俺でしたね。はい。ということでね、この動画はね、このホグ、メガナイトホグをね、紹介じゃなくてね、俺を紹介する動画でした。はい。ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、もしよければね、高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方もよろしくお願いします。明日がね、土日、試合がね、2連戦あるので、ぜひね、見てもらえると嬉しい。どっちも1試合目なんでね、6時から放送開始なんで、ね、パッと見てね、あ、ボンスを買っとるやーんって感じでね、見てもらえれば嬉しいです。ということで今日は終わりです。また次の動画で会いましょう。バイバイ。